イス。どうもアクシデントとショーチャットファイスとゴジラゴ。はい、ということで皆さん、はい、ただいまの時刻、まあ、7時ぐらい、そうです。そしてリーダーがいない、つまり何をするか、酒を飲もう。かっこ飲ませよう。どうもタクです。はい、ということで、まあ、今回の企画サクッといっちゃいます。はい、限界まで飲んだら何杯いける？タクバ。タクバ、はい、まるで他の人があるからいや、人気だったらやるかもしれない。あ、そういうね、過去にやってますけど、3年前とか。あれはキャパは増えてんのっていう。毎日今最近飲んでるから。へぇ、ファンからもらったさ、ウイスキーがもうあとすごい飲んだよ。よく一人です。俺がほとんど飲んだ。ということで今回はまあちょっとはしご酒をしつつ、はい、まあ限界まで飲んだら何杯飲めるのっていうちょっと緩めな、おー、ね、企画っていうか、まあホームビデオっていうか。よくないな。ホームビデオはよくないです。やっていきたいなと思いまして、はい、まあ、終電はなくなると思っておいてください。ガチ本当に。だから当然乗り物持ってきてないわけだから。ああ、そうそう、朝コースですか。朝コースです。まあ別にルールとかもないんですけども、はい、飲むとき基本的には2人、はい、タクとまあセコンドをまあ入れ替わって、あ、はいはいはい、まあ飲んでいこうかなと。あ、トークしつつって、はい、ね、そうですね、はい、以上、あの以上これらがついてるんで、そうだね、あの限界そうだったらさすがにドクターストップ。多分ドクターなんで。そう、ドクターストップ入ります。じゃあもうちょっと喉乾いて熱いんで。確かに胃がちょっと、はい、はい、で皆さん、この動画見終わって一緒にお酒飲みたいなと思った方ぜひチャンネル登録と、飲めんの？その DM までよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速酒何杯飲めるかチャレンジやっていきたいと思います。それでは行きます。1軒目はショちゃんということで。はい、取り気じゃありません。あんま今日酒の気分じゃなかった。いや別に大丈夫だよ。まあお酒飲む時ってさ、やっぱそのコンディション大事じゃん。まあね。どうなんすか今日のコンディション。1飲み目 1? 飲み目1やば。もう開いてんじゃん。そう、ちょっと気になってた、ここ来たかったんですよ。ずっとね、撮影前に通るからここ気になってた。柏1丁目酒場で外の席があるから涼しいじゃん。1軒目かましたいです。いいよ。じゃあ入ってきます。はい、ということでちょっと来ました。はい、ちょっとビール先届いてなくなっちゃったんですけど、冷たいうちにね。お疲れ様です。お疲れ様です。うまいですね、久々に飲むと。うわ、もうね、この蒸し暑い中ちょっと飲んでもらって限界って2杯で言っても別にお酒だからもうそれ以上言えないし。まあそうね、これ誰が何と言おうと俺が無理って言ったらもう無理ですから。そうです。もう YouTube 的にお酒の強要はいけませんからね。最初タイトルコールちょっとね、グレーだちょっと怖かったよね。飲ませよう、飲ませよう、飲もうですからね。そうそうそう、動画の趣旨としては。700円って安くないね。破格すぎんかも。さあいただきまーす。いただきまーす。それかし、うん、うまい。お、うん、これうまいな。うん、酒進みますね。まあこれ唐突に企画始まったんで何を話すかとかも全然決めてなかったんですけど。そうですね、まあ真面目に語るところはここじゃないのか。そのシーンってある？今回知らん。でもタクのことだから構成。え、じゃあエビが生贄になるってこと？ほぼシラクの状態で俺がある程度お酒飲んだ状態で会うんでしょ。はい、じゃあ俺の大好きなハイボールいい子。まあ、本来だったらこっから全部ハイボールです。普段はか、あの探査機つくなったらウーロン。ギャルと海で遊びたい。ギャルと海で遊びたい。ありがとうございます。最近ギャルいいよね。おじさんになってきて。だからその清楚ギャルがいいです。あ、モロギャルでいいの？うん、いや、そっち払ったんだけど最近分かんなくなってて。ギャルの好きなところは、まあ、うるさいかもしんないけど、だから芯持ってる人多い気がする。どこまで考えてそれはいいって言ってるの？上辺の関係じゃなくて、僕的にギャルがいいっていうよりかもっとギャルがいいな。あー、ちょっと、あ、その見えちゃう感じね。ちょっと普通に戻ったんだけど、元ヤンなんだろうなみたいなんだけど、うん、今は落ち着いてる。で、たまに垣間見えちゃう。その垣間見える感じいいね。なんでタクンは箸を逆に使ってんの？もう出来上がってますよ。やばくない？わっ、ほんとだ、逆に使ってる俺。そうですね、夏ギター始めてえな。あ、ボクサロックだ。わかる。いや、
あと夏売れてえな。踏ん張り時だよ。踏ん張り時だよね。まあ別に最初だから言うけど、今はね編集したりめっちゃ変わったっすよ。またあの一人一本制度がまたできて、平日は一人一本、土日はみんなで一本。そうで週5撮影だったんですよ。でそれで編集があるから撮影夜からねっていうのがあったのが、もう昼間からできるようになったんで。そうだね。だから外の企画とかもバンバン最近撮れてるから、このスタンスがおそらく最適解。そのおかげでだいぶその自分の時間も作れるな。俺最近本読むのやめたからさ。やめたから全然自慢げに言えることじゃない。そのまたちゃんと読まないとなっていう。休日を超充実させたいの、うん、本やって編集やって、なんかギターとかそのそういうのをやって、アニメ見てみたいな。で一日の終わりにうわ今日充実したっていう、はいはい、その感じをもうルーティン化させたいんだ。俺の休日の理想は昼間からこういうところで飲んでた。超友達と昼間から飲むもんで、うん、もう昼間から絶対飲めないんだけど。俺はやってみて昼間から。俺昼からお酒飲んだことバーベキューぐらいしかない。あ、変わんないよ。でもの、もっと落ち着いてる感じ、はいはい、割としっとりで、しっとり飲む感じで。でも今めっちゃ一番気持ちいいとかここかもしれない。一番めんどくさいのは早いだろ。そう、それってかわいそうだね、次。俺がなんかすごいテンション高くなってる。エビドライまで行くと、もう一周回ってる。一周回ってる。うわ、これ俺編集したくねー。自分で酔ってるとこ見るのだけなんだよな。お酒のヘマはしたことありますか？あります。ありますか？はい。ほんと昔の話だけど、元カノに付き合ってた時に、12月のクリスマスの日に、まあ、実家か、当時は実家に泊まったの。お酒飲めるからって言って、ストカンあるじゃん。ストカンうめーみたいな感じでめっちゃ飲んだ。初めてちょっと気持ち悪くなってトイレに駆け込んだ。嘔吐が苦手だから、うん、そもそもね、するのが気持ち悪すぎて目の前が真っ白になった。え、酒でも吐けないの？酒でも吐けない。俺酒で吐いたことない。じゃあ飲みすぎない方がいいよ。そう、こうなっちゃう。はいはい、分かる。多分潰れる前かな。潰れてはないと思うね、意識はあったから。もうずっとこうなってて、1時間ぐらい、まあ、動けない状態になっちゃって、もう元カノにめっちゃダサい姿を見せて、多分大丈夫みたいな感じでトイレには来たんだけど、まあ、そのままちょっと横になって寝ちゃったっていう。あ、すごくダサいクリスマス。まあそれぐらいかな。外でないわ。外でなんかなったことは絶対ない。まあいいじゃない、それぐらいなら。それぐらいな方がいい。逆にあるんですか？ありますよ。あれ、あれっすね、地元のメンバーでみんなで飲んだ時っすよね。地元のメンバーで、はい、あれ小学校の昔アクネハウスで。いや、あれはだって俺下で寝てたね。もっとえぐいな。いたからね、暴露してた。友達と飲んだ時とかもうぐるぐるバットやろうぜ。ああ、はいはいはい、罰ゲームで、はい、酒結構入っててぐるぐるバットってもうやばいの。まあ男3人でめちゃくちゃ仲いい3人じゃんってたんだけど、家でぐるぐるバットしてうわーってやって、いろいろ置いてあるテーブルにかしゃ。俺さすがに青ざめたけど。え、それで終わったの？塗装は終わり？いや、ありますよ。ありますよね。俺知ってますから。あとなんだろう。アクネハウスでしょ。それはね。あ、はいはいはい。普通に外で潰れちゃったことあるよ。初期って何なんですか？基本的にその男3人のやつの中の1人がいると俺安心しちゃうの。あー、はい、いつもやばいもんね。こいつがいれば何か大丈夫だろうっつって、そいつも結構さ、いい感じに飲ませるのがうまいんで、まあ結構飲み会、8人ぐらいの飲み会で女の子もいて、それはもう高校の同級生なんて感じ。初期トイレから帰ってこなくないってなって、あれっつって、まあ、俺も記憶あるんだけど、そしたらここでトイレでずーっと寝ちゃってた。寝てたのね。寝てた。潰れちゃって感じで寝てたの。正気は俺ら潰れたとこ見たことないから。で、そっからこう肩持ってもらいながらそいつの家行って朝の4時まで寝てる。寝てる写真、うん、俺持ってないんだけど寝てる写真があるんだけど、その辺の雑草持ってんの。いや、マジで。いやでも、じゃあそれちゃんと失敗だじゃん。可愛い方だよ ね、 ね、世の中からしたら。同窓会とかも記憶ないもん、あんまり。いや、同窓会の初期は最後、目の焦点合ってなかったんだよ。なんかもう、ちょっと顔も真っ赤。あの日はね、俺マジでやっぱ分かんなかったんだよね。そのお酒の出来も浅いし、これが相当酔ってるっていうのも分かんなくて、もうヤバくなってマジで俺記憶にあるもんで帰っちゃったんだよ俺。一次会で、うんうん、これ以上、これ以上行ったらまずいなと思って。その時の正気ね、銀髪だったよ。そう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 。うわ懐かしい。いやー、ビジュアルすぎる。これはビジュアル。ビジュアルすぎるだろこれ。さあ、ということで1軒目翔ちゃんでした。あ、そうですね、もうそろそろ40分経ちますんでね。次は颯君にバトン立ちということで。はい、颯頑張れ。お疲れ様でした。
美味しかったですね、ここね。チェス、いくらだっけ。2100円。酒三杯と盛り合わせ。盛り合わせで、ここはまた来たいです。いや、ここいいね。いやいいね。俺外で飲んだ久しぶりないよ。あー、そうなんだ。帰ってほしいねな。出来上がってますかね。くそやばい。うわ、ブラザー、これやべえな。ブラザー、ここまで最初で何本いったのさ。ちょ、まだ2杯です。ビールとハイボールでこれ。だからあれでしょ、飲めるけど回らないとは言ってないと。あ、そうだよ、すぐテンション高くなるし、あのこのやっぱ悪電の気の許せる中だから、いつテンション上がっても大丈夫っていう自分のこのタガがもう外れてるから。え、正気でこれなんでしょ。ビリンときやばいじゃないですか。正気は一応あ上がってきたなっていうタイミングで。そうそうそう、お前が一番面倒くさいかもしれない。エビの時一周回って落ち着いてる可能性。冷静になっちゃったやつだけど。そうそうそう、やばい。だからちょっとパワーが違う。めんどくさいタイプなんです。チンだ。やばい。次の画面俺一人かもしれない。ごめん。まあ、ゆるくいきましょう。おーおー、あれなんかカメラ用のテンションになってない今。すごい冷静だったよね、今まで。今溜まったものを一気に話して。ハヤテ君回ってないとだるいかなって。あ、そういうこと。はい、餃子が死ぬほどうまい店舗来た。これ鳥一寿さんに行きます。ここ餃子ガチでもいいんだな。じゃあ参りましょう。はい、2軒目。お願いします。お願いします。これはハイボール。これはカシスのオレンジ。じゃあスプレイル。マジでうまい。まあ、俺から話してもいいんだけど、なんか俺で話すと、うん、お酒入ってるのそうだけど、マジで普段よりよく分からなくなるから、サブの人がこう質問していくみたいな。質問、トークテーマとか何でもいい。投げてくる、こっちが。そう、めちゃめちゃ印象的。何でした。ギャルっていいよねって言ったこと。そんな、そんなんでいいのね。そのレベルね。バンドやりたいね。めちゃくちゃ影響されとるやん。基本聞き手だからさ。直近でその悪伝動画で内情っていうか、今どうなん、こんな感じなんっていう話をしたのは、メンバーを呼び出して大食いのさせるやつだったの。あ、家の深夜に呼び出して、はいはいはい、あれから確か2ヶ月ぐらいしか経ってないから、なんか最近どうって言っても大きく変わってるとは思ってないから。でもこの2ヶ月は大きく変わったって。周りの環境が、近しい人たちの動き方がだいぶ変わってきてるじゃない。あ、メインさんですね。とかね、もろもろですよ、いろんな夏に向けてとかさ。って考えると遅れた感が、ね、周りの環境でさ、焦ったことなかったじゃん。 そ, うだ、それは関わってこなかったから。俺らって結構鎖国時代があって、コラボなんかしねえよとかじゃなくて、陰キャすぎてそのコラボっていうのが分からなかったし、ね。まあ、それが 2、3年前とかだと思うけど、周りの人がグイグイ来てると俺らも焦りを感じるっていうのはある。え、あるある。 あるんだ。メインフェーズに関してはもう妥当っていうかさ、もう知ってるじゃん、裏側とか。俺めちゃめちゃそのすげえ嬉しいし、もっとバーンっていってほしいけど、焦るよね、さすがに。まあそのやっぱりね、顧問である以前にやっぱ同業の対戦相手ってわけじゃないけど、すごい競い合う、面倒も見てくれてるし、あれだけど、俺その焦り生えてって感じないタイプのリーダーとかさ。あ、どんな人でも別にチャンネルは違うんだから畑は違うでしょって思うタイプの人間だろうか、焦りとかないんだろうなっていうのを思ってたんだけど、まさか動画を通して、あ、ハイティーもそういう感情あるんだっていうのを今知れたから。それはやっぱ死んだクリエイターじゃん。あ、うん、でもハイティーはいいも悪くもそこに熱量が変わらないタイプの人間だと思ってたから。あ、そういうこと。いや、そんなやついないよ。それはそれはそうです。それはただ生きてくるくるってるだけよ。そんなやついるとしたら、そんなわけないじゃん。確かに。そのいい思いをさせていただいてますか、一度でも。そういう状況においてね、状況を生み出せるのはそれに越したことはないし。だからそれはこの夏だと思うんですよね。はい、追加でフライドポテトと皮蒸し焼き。いや本当にね、この夏だと思うんですよ。これね、俺の中で思ってるのは、別に成功しようか成功しないんだろうが、この夏にかかってると思う。そこで頑張れるか頑張れないかで今後が決まると思っているぐらい、うん、根性の方が。そうフェーズだ。実際それでうまくいったのが18歳の時とかだから、別に成功はしてなかったじゃん。確かにね、うん、けどその頑張りがあったからこそちょっとチャンネルも伸びたし、うん、そこから波が来たわけだから、過程をどれだけ頑張れるか、諦めずにやれるかで
方が大きく変わるじゃねえのかなっていうのは、楽天って一番その不仲時代頑張る過程もちょっと、もちろんみんな頑張ってたけど、なんかちょっと諦めムードっていうか、まあまあで、夏をとかそういう盛り上げようって言った時期終わったらなんかもう、まあダメだったよねみたいな、じゃあもうとりあえず安定行こうかみたいな、それで変わらないわけだからもちろんその頑張って結果が出なくって、なんで出なかったかっていうのも考えるのも大事だけど、こうやれるファッションがないと売れるもんも売れないっていうのは、まあそうね、俺ちょっとあれあれやばい、俺これ編集したくない、ガチでやの再確認できるやん、自分で語ってる動画って一応編集したくないでしょ、考えてみ、俺ら登録数200人の時とかさ、まあ収入がバイトだけだと、この YouTube 撮影こういうカメラとかも買ってたけど、高校したら0円じゃん、そもそも収益がもらえないから18歳じゃないし、それであのファッションだったの、まあ、はい、すいません、お待たせしました、失礼します、あの時のファッションってエグくらい若さっていうか、もう今はフレッシュな感じは出したいけどさ、あれには勝てないじゃん、ね、よく思うんだよ当時と今何が違う、何が違う、なんかありますよ、やめてくれそれわかりますよじゃねえよ、いやなんなら直近で言うのは当時じゃなくて、もう今と復活しますの当初、若さは理由にできないじゃん、逆に今の方が絶対できること多いんだから、グループ的なのと個人的な視点はどんぐらい変わったのかになるなんていうのを考えたりはしたけど、あの感じを出せるのは新しいことをし始めてからだと思うんだ、そっか、そういうその鮮度の高いものに触れてる状況っていうのか、だから俺思ったのはショートめっちゃ伸びた時あったじゃん、2ヶ月前ぐらいかな、あくの初めての100万戦でまさかの縦動画だったんですけどちょっと思うとこありますよ、そうあのでもあの時ってすごく嬉しさあってさ、俺らでも1日100万100人伸びたなって思って、新しいことで多分成果出した時はフレッシュっていうかその感じ出せるのかなっていう、だからこそこういう動画とかあんまやってこなかったけど、最近は食べない動画も Vlog とか上げてると思う、そうだね、挑戦することが大事なのかなっていうもうそれはもう当然で、何の話わかんない全然わかんない、誰に対して言ってるかもわかんないあ、ちなみにこれ言っとくわ、この動画は新規向けで撮ってるんですそうだな、はい、これだけ言っとくわ、本当に悪伝の動画を見てくれる人向けでモルダー今やってます、だからみんなの中でこれって新規に向けてるのかなっていうのは思わないでしょ、そのみんなの中で昨年の今の現状とかそういうのを知ってほしい動画です、いやそうだこれ言おうと思ってたんだもう俺さっき話し出しちゃったからだけど、もういい加減復活なんていうワードを出すのやめよう、あもういいで、もういいね、もういあっ言ってあってその安定のライン来たから、もうないね、まだ復活バフあると思ってるみたいになっちゃうから、確かに、思うんだけど、その売れるっていう定義って難しいじゃん、正直何を定義として今売れるっていうのか、トップ戦を走るのが売れるっていう人もいると思うし、再生数が10万、20万取れれば売れると思う人もいると思う、それって外見えを気にしてるって話、あ、そういうことない、は良くないじゃん、俺の売れてるの定義っていうあるのね、俺の売れてるの定義は登録者数は50万人以上で、アベレージが登録者数の半分以上、だから25万から30万とか40万取ってる人が俺は売れてると思って、その YouTube の内情とか知ってるから、はい、そう、うん、お金とかもね、そうすればやれることが死ぬほど増えるわけだからでも俺らが今12万人だから、これが20とか、まあ、もちろん15とかも変わった時は相当もう嬉しいことだから、あでもあのその木曜日に書いてあるじゃん、ちょっと話すことは決めてるから、俺も固めてる、結構自分も含めて厳しい意見を、いやしょうがない、これはもう俺もブーメランだと思って言う、しょうがない、まあ、それは動画で言うことはないと思う、うん、なんか変わったなって思ったら、うん、なんかあったんだなって思ってもらえれば、こんだけ応援してもらえてるなら売れたいですよね、うん、というのが前提としてあるんですね、まあ、そのあさっての話にも入るかもしれない要素の一個としては、うん、まあ、俺はこれ自分の話になっちゃうけど、結構性格から変えないといけないな最近ちょっと悩んでて、思ってるの自分を変えた方がいいって、うん、今これはだいぶ進化した方なの YouTube 当時のからもうワンステップ今上がんないといけないフェーズだな、キャラクターとかじゃなくてよ、あ性格的な話、何をするにしてもマインドとかもそれに関わってくるから、まあ意志が弱いのさシンプルに言うと、何をするにしてもね、なんかを行動を起こすにあたってまず行動の起こすスタートが遅い、いざ始まっても
それを継続する力がないみたいな、結構今までの俺の人生の根幹に関わってくる話だ。逃げる選択をして生きてきた人間だから、渡辺隼人を魔改造する時が来たかなっていう。その自分の何かを変えたいとか何かをしたいっていうときって、なんか変えたいと思うなら変えた方がいいと思う。俺の中で自分を変えたいって思うのはね、ちょっと頭良くないんだよ、うん、それこそその一般常識ですか、ざっくりしてるけど、ざっくりしてるけど、まあ、一般常識に欠けてるところが僕はありますんで、 そこはめっちゃ変えたいと思う。でもごめんなさい、これあの俺の意見ね、これは俺の意見だけど、コメント欄とかでタクのなんかテンションの感じが嫌いみたいな感じのコメントたまに見るのよ。マイナス的な、マイナス的な、そこは変えなきゃとは思わない、思わない、思わない。それはその自分の中でも、それをなくしたら絶対に楽しく動画も撮れないし、素の自分が出せないから、そこを変えたいとは思わない、うん、ただその自分的に自分を殺すようなことが言われたならば、俺は変えたくない。俺がどうする、いきなりさ、すごくかしこまってさ、なんか企画とか説明してさ、これプラスの意味でコムドットヤマト君みたいな感じだったらどうする。まあ秀才な感じで、そう、なんか頭いい感じ、それはキャラクターに関わってくる話だからな。俺の良さ消えるよ絶対そうだなそこはプラスとして俺は持ってるからこそ、俺は動画とあんま素の感じは変わらない感じでやってるから、ウェブもそうだと思うんだけど、その感じは変えたいと思う。ハエテが何を変えたいのかにもよるけど、その否定的な感じを変えたいっていうのならば、別にそれはそれの良さじゃないって。あ、全然見当違いです長々言ってもらったけど、全然違う話、全然違う話、うん、それはまあそのポイントポイントで自分の意志っていうところなんで、意志が弱い、うん、ジムは言ってるよ、言ってるけど、その逆算する力があまりにもなくて、まあ、それはもう知ってるじゃないですか、知ってる、計画性がないのはねそれに通ずる話で、まあ、ジムに限らずですよ、動画にするにしたってっていうところの、まあ、ある一個としてはそういうところを直したいねっていうのとか、まあ数えたらキリがないんだけど、じゃあ動画上のキャラクターは別に変わらない、ビジュアルは変わったとして、マジでハエテのキャラクター変わるの無理だ俺も無理演じてないんだもん、悪伝全然無理無理無理、まあ、でもそれを踏まえて明日って多分すごいバリバリになっちゃうかもしれない。あっお前の性格うんぬは別に俺言わないよな、はいはい、それはキャラクターだからいいと思う、じゃないところで、あ、まあ、言わないなってなったのがまずくなった、あ、そう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 、2回目も終わりました。もう一回行きますか。もう行きます。おお。え、これで5。なんで、え、もう絶対10無理なんだな。はい、ウーロンハイが来ました。うん。ちょっと真面目すぎたんで僕ら。楽しいトークしようぜ。えぐい話やった、ね。なんかダメなこと言ってないか俺は心配なぐらい、すごくあの熱入ってた気がする。YouTuber がさ、また入ってるね。その入りは。面白い話。別に何でもいいよ、正直何でもいい、正直なの、正直将来が不安ですちょっとだから重いんだってそういう流れたし、いやなんか昭和な感じ出てるけどさ、大丈夫ですよ、もう今日寝れないかもってな感じで、あ、ちょうど1しかちょっと待って待って、1時間のうちさ50分ぐらいはさ、うん、なんでこんなすっごいあのえぐいあんま人に聞かせるべきことじゃないいや編集のことは使うか分かんないけど、本当にこのターン俺死にたくなるかもしれない俺終始もうクロップされてここ真っ黒かもしれないお願いだからエビのターンしてどうにか巻き返して大丈夫、エビはずっとなんかしゃらけてそうだから、え、でも分かんねえ、エビはたまにねめっちゃ真面目だから、はい、目が声が低くなったら終わり、あ、終わりだ、どうぞ、あ、やばい、あの、あ、やばいってタバコ深めのやつやりだしたらもうダメなんとかそのスイッチ切ってほしい、なんてございますということで、まあ、今回は3杯ということで、前回2杯だから5杯ですね、10杯いくんですかこのままじゃ、さっきと同じぐらいは気持ちいい感じで、じゃあ皆さんまた次はエビのターンでお会いしましょう、ただし、ただし、はい、お前にかかってる、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、仕上がってるねでもこれでやっと俺とやり合えてね、大丈夫、お前すごい今冷静だけど、いや飲んでなくても酔ってるみたいな状況を、確かにシラフで戦えるの、むしろ酔ったら俺眠くなるから、弱体がいい、 あそっか、逆なタイプ、そうだ、正直飲まない方がいい、あ、オッケーです、お酒ワインの、エビ君がちょっと行きたかったっつっていう、次はバラカモンっていう、はい、バラカモン、これはお初ですかね、タバコ吸えるんで、バカ野郎、じゃあ入りましょうか、よいしょ、いってらっしゃい、こんにちは
帰ってから結構ジメッとした会話ってなんかちょっと神経臭いみたいな。いやでも俺はそういうトークは嫌いじゃないですか。正気はなんかちょっとバカみたいな顔してたんだけど、バカな会話、ちょっと真面目な会話、アホな会話、あ、で、いいです。とりあえずレモンサワーかな。まあ、ジンジャーハイ。じゃあ、あとつまみ適当に頼んでいきます。はい、行きました、添えましたね。僕はレモンサワー。はい、俺は、ジンジャーハイ。こちらお通しですね。漬物の盛り合わせとタコワサ。はい、で、あとで唐揚げいきます。まあ、ぽいね。ほい、うつくれー。うつくれー。何飲んだ？ウーロンハイ、ビール、いただきます。あとハイボール。ごめんなさい、タバコ吸います。え、あいつはどんな質問したの？しょうちゃんはギャルって言うよ。いや、じゃあしょうちゃんね、多分ね、動画の展開読んでくれた。いきなり熱い話しても序盤で熱苦しいなって、だから、そういう話はあんましなくて、はやてはなんか今後が心配。YouTube カフェのこと、別に同じ話したかったらしてもいいけど、関係ないこと話してもいい。じゃあ、足っていいですか？あ、いいですね。うん、まあ、エビ君と俺って足フェチじゃないですか。はい、非常に。でも足が顔まである。足フェチの中でもさ、太ももなのかふくらはぎか分かれると思うんですよ。はいはいはい、せーので言うよ。だから俺はもう24年間一緒。ちょっと怖だけど、太ももの、あー、みんな、そうそう、やばっ、熱くなりきました。でっか。いや、嫌でしょ、男2人が太ももの話してんの。入りにくいでしょ、注文って。そうそう、まあ、言ったら太ももが土台のふくらはぎじゃん。あ、まあまあまあ、それが引き立っての、あ、そうそう、ってのがありますよね。っていうところを加味すると、せーの、太もも。いや、もうそこも細すぎるのよ。遅いんじゃないですか、です。すいませんでした。合わせます。エビさん、一応言っとくと、一杯でおでは、お前より酔った感は、顔といい。赤いですよ。顔赤いですよ。赤いですよ。だいぶ赤いですよ。アレルギーなら無茶。あ、でも全然、もう、大丈夫。結構、10がもう、あ、無理無理無理って言いながら、6来てます。早っ。早いです。楽しく飲んでくださいよ。一回さ、アクデンでさ、死ぬほど飲んでみたくない？外じゃないと無理か。家だと寝ちゃうもんな。じゃあ、食欲入るね。はい、まあ、雰囲気ありの、ありきも。そうだね。はい、緑茶杯です。これで一緒のジンジャー杯。7？ 俺7杯目です。すみません、いいですか？あ、どうぞ。あ、そう、うっす。紙もらっていいですか？ああ、すみません、お酒飲むとき髪吸いたくなっちゃった。多分家でね、どうなんだろうね。4人でじゃあ居酒屋で飲む、女の子も交えて家で飲む、そういうやましいことが本当になし、どっちの方が楽しい？それ女の子ありかなしってこと？うん、それはに関しては多分俺らの中だったら多分4人で飲んだ方が楽しくない。ああ、まああれか、なんでもいいだろう。悪縁は良くも悪くも仲が良すぎになってるから、俺らの中で飲んだ方が多分盛り上がる。なんかコラボとかした時もなんか、うん、悪縁は悪縁でやった方がいいみたいなコメントもちらほらちらほらあるから。一応このお酒企画もコメントで酒企画をやってほしいって言われたから、言われたからっていう題だけど、意見もらったんでやってるって感じ。そう、せっかくならやろうぜ。これってさ、限界の定義って何なの？死です。ええ限界の定義調べましょうか。限界、袖を越えられない、ギリギリの限り、境、仕切り。でも限界っていうのは自分で決められないので。アニメみたいなこと言ってる。死です。死なんだ。え、じゃあ俺これ知らないといけないの、この企画で。死間際だから、よく大学生とかで救急車に運ばれる人いるじゃないですか。あれが真の限界。え、あれやりすぎなんじゃないの？いいえ、あれバカじゃないの？あそこまで言ってこそ限界なんですよ。いわばこれ以上行ったら次死ぬなっていう時ってことですよ。はい、オッケーです。これ以上行ったら死ぬな、もうあくまで自分の価値観。あ、そうだね。これって人に分かんないもんね。そう、難しいもんね。めっちゃ赤いよ。そう、飲み会とかだったら、え、
もうやめとけっていうくらい成人式のさ、打ち上げあったじゃん、同窓会か、うん、エビ最後、顔真っ赤でずっとテンション低かった記憶が眠すぎた、ロックアウトされて泣きゲーな時のエビぐらい喋らなかったからああ、こいつもう限界なんだろうなっていう。え、話題ですか。あ、そう、あの、言っていただかないと。女の子っていいですよね。女の子はいいですね。飲む行く機会とかないですか。最後に飲む機会あったのは3月とかですかね。おー、別に彼女とかじゃないですよ。はい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 、え、そういう子はまあご無沙汰。多分ご無沙汰はもう1年ぶりぐらいですかね。おお、え、実 DT。 そうですね、もう DT 向かいましたね。僕から出るのはもうこれが入ると Y のダメージ。ちょっと真面目な話する、うん、ちょっと真面目な話ですけど、今楽しいですかっていう。あー、楽しいです。あ、よかったです、そのことが聞けて。ハイテ君曰く今週の木曜日に大ネタ会議があるじゃないですか。そこで結構あの自分的にも攻めるような議題があるらしくて。おー、楽しみですね、うん、結構変動ある。嬉しいな、ハイテがあのガッツリ意見持ってて。でも学年を通してこの長い歴でたまに俺もあるけど、ね、生えてから言われて、なんか個性ってどう出せばいいんだなぁみたいな、なんかほんとごくまでにあるね、2年に1度のレベルでガチの相談が来る。あるわ。もともと撮影日だったからそれを潰して、そう、全部、そう、全部ネタ会議にしようっていう。結構学年じゃあの珍しい。学年今収録で撮影になったからそうだ、そうそうそう、休日も取ってこいになったから。これ赤いの茶色いの。赤です。1軒目で翔ちゃんと行った時に喫煙所で被った人ぐらい赤い。そんな赤い人いない。この人すごいもう限界なんだろうなっていうぐらい猿みたいに赤い。ちょっとあんま酒進んでない結構ちょっと7ですけど今撮影始まったのは確か8時過ぎなので、はい、2時間ぐらいで結構もう7杯ぐらい行ってるんですけど。ああ、に対してあの 1.7 杯ぐらいでこだ。そうっすね、まあコスパ良くていいと思う。まあ無理しないで。はい、そしたらあの、まあ、俺が飲み終わったら終わりっていう感じで一旦ね、パッション的な意味合いで。そう、正直俺は最近はパッションはなかったんですけど、はい、パッションなかったの。でもモチベーションが停滞、まあ、モチベーゼロではないけどちょっと下がってた。まあ、それは、まあ、焦りとかの意味合いもあるんですけど、うん、すごい。まあそうだね、最近ちょっと伸びが、そうそうそう、伸びがっていうのもあったんですけど、学んだのがこの数年間で一回下がったら下がりきった方がいいなっていう。それ無理に上げたら空回りするんで、まあ、今も結構プラスになりました。はいはいはい、いいです。夏前にこうなったのはよかった。これ逆にあんまへこまないタイプなんで。いや、ですよね、エビクであんまへこむって言ってないです。もうで最近マジでへこんだっていうのは母親亡くなったぐらい。あ、まあ、そう、まあ、それはそう。それ以外別に YouTube 伸びなくても焦りとかをしないといけないけど、まあ、ちょっとリアルな話をすると、こっから再生数を倍にすればその収益も倍じゃん。もちろんっていうそのマインド。よく母親にもあんたポジティブだねアキレが入るぐらいのポジティブさを持ってる。エビのね、そのすごいところっていうのが、エビのお母さんが亡くなるっていうのは結構前々から分かってたことっていうか、もうそろそろ危ないですよっていうのは、まあ、俺は簡単に話すと、ガンで延命治療してるんですけども、治療をやめてもう家で家族と過ごすみたいな状況に最終的になったので、もう先はそんな長くないのは分かってたっていうのはもう俺らにも知らされてたんですよ。はい、で知らされてて、その中でもそのエビにはその動画で表情っていうか、それ一切見せなかったっていうのが、もう前なら見せない。内情っていうのも悪伝には伝えてたけど、普通に考えたら誰でもテンション下がるじゃん。自分の母親がそういう危ない状況だったら一緒にいたいし、動画なんて撮ってる暇もないじゃん。みんなを楽しませるために動画撮ってたから。あ、まあそうです。俺らの中でも心配してたんだけど、エビは大丈夫だよっていうのは言ってたし、マジで強い人間、俺が今まで生きてきた中でここまで強い人間は見たことなかった。普段エビはおちゃらけてるんだけど、芯は真面目だから、エンタメにそこを持ってくるのは違うなって思ってて、多分言わなかったと思うんです。自分だったらそれができるかって言われたらできますとも言えないし、一言で言うなら尊敬だからこそ、ここまでやってるんだから俺らは結果を出さないといけないんだなっていうのは、はい、それを悪伝が復活したってこう盛り上げて1年ぐらいで結果が出ないからやめますっていうのは、なんかそれは筋は通ってないんじゃないかなっていう。
やれること全部やって、それでもしダメだった時は、まあ、将来的にもありますし、学年は解散になるかもしれないですけど、俺はそのビジョン見えてなくて、どんなやり方でもこのチャンネルっていうのを大きくはしないといけないなっていうのは、まあ母親も言ってた、今年いっぱいで結果出せなきゃやめるよみたいなのを話した時に、でもやりたいなら決めるのは大事だけど、それによってやめる必要もないんじゃないの、もうちょい頑張ってみればみたいな。だってその3年前とかはこの現状は 200% ないと思ってたわけだから、ないその自分で言うのはあれだけど、奇跡レベルだと思うから、はい、ここまでもう一回4人で頑張ろうっていうなったの、出せる力全部出して今後やっていきたいなって僕ら思っております。お前らの前でも見せなかったのが、あのお前らの前で見せるこういうワンチャン士気が下がる。母親にはもう楽しんでね、 YouTube 楽しんでやってねみたいな、あのずっと言われてたから、まあ、そこでお前らの前でも動画でも見せるのは違うなって。ここまで思い合ってるメンバーなんなら今後も絶対やってくれなって思ってるからこそ、まあ、今ちょっとねリアル話すると停滞してるわけですから、うん、この夏にマジでかけたいなっていうのは、まあ打開はしたよね。終了です。まだいけます。まだいける。さっきトイレ行ったんですけど、ふらついたんですよ結構、ちょうどいいから。次一人でソロ飲みします。そうソロ行けるとこまで行って出てきます。じゃあ出ます。出ますか。ごちそうでした。ごちそうでした。はい、はい、出ました。多分俺の方がよ。今の現状が7かな。はいはい、7なんで、おそらくまだいけるので、初めてのソロ飲みみたいな感じをやっていこうかなと。ちょっと夢だったんですよね、一人で。夢だった、はい、新鮮。はい、時間的にもうチェーン店しかやってないんですけども、ちょっと鳥貴族の方に行こうかなと。おー、いいっすね。時刻見せてなかったよね。23時、あと1時間半ぐらいで終電になっちゃうので、うん、次行けるだけ行って終わらせようかなって感じで期待してますよ。はい、行ってきます。はい、ということで鳥貴入店しました。鳥貴にずっと行きたかったんですよ。なんで行きたかったなんで行きたかったってちょっと違う違う、なんで行きたかったっていうと、山芋の鉄板焼きがめっちゃ食いたかったんですよ。これ鳥貴一番好きなメニューがこの山芋の鉄板焼きなんですよ。なのでちょっと、最後一人で行きました。で頼んだのが、今言った通り山芋の鉄板焼きと鶏雑炊で、ごめんなさい同じなんですけどハイボールいただきます。いただきます。そして締めのね、ちょっと雑炊とかそういうの食いたかったんで、ちゃんと飯食ってないからね今日。締めろー。で皆さん一緒になんか飲み物でもどうぞ。乾杯。ちょっと山芋っていいっすか。ちょっと最後に食べたのはもう多分2年前とかなんですけど、ずっと食いたかった、この世で一番うまいつまみ。うめえ。雑炊うまっ。締めに持ってこいの一品だわ。急に一人になったらめっちゃ酔い回ってきたわ。限界マジかくもしれん。マジで今日の撮影はいい撮影だった。多分俺もしかしたら誰かと一緒ならいけるけど、一人だったらめちゃめちゃお酒弱いかもしれない。一滴も飲みたくない。気持ち悪いまである。白でお願いします。気持ち悪い。飯食ったからかな分かんないんですけど、すごくもう満足です。ごちそうさまでした。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。今何杯飲んでんの。何杯ですか現時点では。あ、じゃあいいですかも、はい、まあ、エビニアって伝えたんだけど、まあ、限界まで出すと頑張ってくれっつって一人で。あ、一人でね。鳥貴族に行ってました。じゃあ今限界っていう反対でいいですか。そうですね、はい。まあ、僕が今回、飲んだ杯数はハッパー。ハッパー減ったんだよ。一人になった瞬間にすっごい余裕が回ってきて、あら、もう楽しくないレベル、倒れれる。もうそんだけ飲めないと泥のように寝れる。泥のように寝れる。2杯でここまで戻ってくるの限界だった。あ、君がね、だいぶ弱いな。なんかタクより食らってね。タクより食らってます。俺と回ってなかったもん。そうなんですよ。時間的には多分3時間半から4時間ぐらい。ああ、そうだね。多分おそらく前回は長時間で10杯飲んでます、うん、5、6時間ぐらい、まあ、スパンで言ったら結構飲んでるとか。20分に1杯ぐらい。そうっすね。普段はこんな早く飲まないんで。そうだな、はい、久しぶりにこんなに飲みました。はい、お疲れ様でした。はい、いい話が聞けてよかったよっていうのは、
心当たりはございません。ブラボー。いいじゃないですか。じゃあ編集まで頑張っちゃってください。一人で。みんなで編集お願いします。お願い。やだ。無理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 。俺自分で語ってるとこだから編集したくないもん。殴っちゃう。顔面。こういう動画もね、たまにはいいのかなと思ったんで。俺の夢はその悪伝で死ぬほど酒を飲む動画を一本として撮れたらいいなって思えたんで、今後皆さん楽しみにしてください。よくわかんない夢がいい。はい、これにてね、はしご酒、俺が何杯に飲めるかっていう検証は終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。いうことは、まあこのエヴァは最高っていうことで早く締めといた方がいいぞ。このエヴァでやっていけば、今後は、ね、問題ないと俺は分かりましたので、はい、今後ともアクシデントの方よろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん我々 SNS もやっていますので、ぜひチャンネル、フォローの方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとう、はい。